はい、今ねどこにいるかっていうと沖縄県の那覇市にいます。今ちょうど前に見てる通りが国際通りなんですけど、自分はこちら県庁のこの前の通りをね左に曲がってきます。まあ今日朝8時、通勤、ということで結構しております。でしばらく行くと右か、この辺りくもじって言うんですけどね。公明党か、公明党が沖縄にもいるんですね。結構公明、沖縄っていうと、まあ共産党とか、意外に共産党が、まあ、本土はこうじゃないんだけどね、社民とかが強かったりするんだけど、公明党もいるっていうのはね、わかんないですけど。8時ということで、まあ結構この時間は降水量激しいです。この時間はなぜかというと、まあ通勤、朝の通勤時間ですから、8時半とかね、9時、8時から始まるところもあるんで、まあそれだと間に合わないんで、まあこういう感じで政党とかがこういうところで人が集まるので、ね、アジアに発信をし、アジアやり社会に貢献をしていくという。で、今からこれ、まあこのね道路を使って、どこに行くかというと、カデナの方に行こうと思ってます。58号、これ58号かな、58号。この県道58号線というのは結構南北にね走る沖縄の大動脈ですから、覚えてください。これ名護まで行きます。昨日名護からもずっとこれで来たんですけどね、今日も曇りです。昨日は曇り、雨が多かったんだけどね、あんまり天気が良くないです。こういう日はまあなんというかな、屋内施設がいいかなって感じがします。